はい、どうもこんにちは、しのぶです。という感じでね、今回はですね PS4 の、本体でのですね言語設定を変更することで、ボイス音声をですね英語に変更しました。これでねちょっとこんな感じでちょっとアメリカ軍っぽくなりましたよね。まあ、ぽくなったっていうか英語になったんでね、これでちょっと雰囲気を変えてね、気分転換みたいなのになるかなと思ってやってみたんですけど、結構面白いですね。他にもなんかサポートされてる言語だったら変更が効くみたいで、結構面白いですねこれは。まあ PC 版ではね、全てドイツとかイギリスとか英語、アメリカとかのそれぞれのね国によってボイスがあったので、まあちょっとそれをねやってみたいなと思ったら、こうやって本体のね言語設定の変更でできましたね。まあこんな感じで撤退せよとかね、拒否するとか、いろいろ面白い感じですけど、よかったらね皆さんもこれ変更してみて遊んでみるとね面白いかもしれません。まあ、今使ってるのはですね、まあアメリカなんでね、まあニューオーリンズでね使ってますけど、まあ、本当にねニューオーリンズに関しては使いやすい官邸になってますね。まあ妙高がねちょっと尖った性能をしているのに対して、ニューオーリンズはね結構安定したなんかいい性能になっているかなと思います。まあボルチモアにね行って思うのはですね、やっぱりこの偵察機ですね、結構偵察機のですね使い勝手はですねやっぱいいですね。空からの目っていうのはやっぱレーダーよりもですね使いやすくて、結構ここぞって場面ではですね偵察機の方が欲しいなと思ってしまう場面もまああったりとかして、まあ実際ね、まあレーダーの使い方まだ慣れてないんでねちょっとわかんないんですけど、まあボルチモアもね結構強いんですけど、このね偵察機を使えるニューオーリンズもまあそれはそれでね魅力があるのかなと思います。まあ、こんな感じでね、なんかいろいろ言語がありますけど、言語っていうかセリフがねありますけど、まあ日本のなんかっぽくないんですよね、まあ、正直な話。だからちょっとこっちの方がね、まあ、面白いかなと。ああ燃えないか。まあアメリカ巡洋艦でしたらねこの程度の発火率なんで、まあ、運が悪いともう全然燃えないですね。そうが、あとフォントもちょっと変わってますしね、右下の、HE もですね、榴弾もハイエクスプロシブって書いてありますし、手法もね、メインバッテリーってね、これ英語でそういう意味になってるんだなっていうのを、まあ、わかると思うんですけど。おっと、駆逐艦出てきたか。こんなとこにいたか。じゃあ、これは駆逐艦をね、迎撃しに行こうと思います。まあ相手はね魚雷持った駆逐艦なのでね、ちょっと魚雷の反撃にはちょっと注意したいところですけど、もうかなりの接近戦なんでこれは結構危険かなとは思いますけど、まず相手の出方を伺って、あ正面向いてるか。じゃこれは取り返し切りつつ仕留めに行きましょう。おお、貫通を確認ですね。これはセリフの日本語で言うと、なるほどなるほど。まあ駆逐艦はデストロイヤーですからね、まあ撃沈ってことですね。まあ面白いですよね。魚雷に注意せよとかはないか、ないか。でこれ鉄鋼弾で、ね、装填したらこれは AP 弾なんでアーマーピアシングですね。もうこんな感じで英語の勉強にもなるならんか。なんでオマハがいるのかよくわかんない。分隊でオマハ連れてきちゃったのか。ちょっとねさすがにもうこのティア6の戦いね、オマハはかわいそうですよね。沈めてあげましょう。ヒットトゥーシタデルですね、合格に命中は。
さあ今一回退避しようかと思ったんですけど、そこにね駆逐艦が煙焚いていたんで、ここはちょっと突っ込んででも仕留めたいですね。駆逐艦はね絶対に巡洋艦として仕留めたいところなんで。おお、魚雷接近警報も英語。相手の発射位置から推測して煙幕の中にね砲撃をしていくっていうのもありだと思うんで、ちょっともう一回撃ってくんないかな。ん？あ、出てきちゃったか。オッケー。じゃあこれ一回退避ですね。まあ、現状はまあほぼ互角ぐらいの勢い。うるさいなこれ。本拠点の人がめっちゃ撤退推奨してくんだけど。俺はちょっと一回退避しますけど。ここちょうど車線が切れてるんで、このまま退避できそうですね。うん、大丈夫そう。で、榴弾か。まあちょっとここでね、榴弾はあんまり自分に対して榴弾は適していないかなとは思いますけど。まあでも自分的にはまあ助かっちゃうんでね、反撃していきたいと思いますけど。まあこれね今隠蔽状態に入ったんで、相手からね見えていない状態になったんですけど、こちらのタイミングでね発射ってか攻撃できるんでね、いいですよね、隠蔽がいいっていうのは。じゃあ、 見つかったんで射撃してみます。ちょっとこっちサイドね2隻で今3隻止めてる形なんで、まあきついってきついんですけど、まあ今はねこのワールドボー、ああ思いちゃったか、ワールドオブウォーシップスではですね、やっぱり気打ちが強いですね。戦艦に対してですね、こうやって逃げながらの砲撃っていうのは非常に強いと私は思いますね。なぜならやっぱり迫撃はですね追いかけていきながら砲撃していくことになってしまうので、相手とのですね距離がどんどん詰まってきちゃうんですね。なので戦艦目線ですね当てやすくよりなってしまうんですが、まあ、引き打ちはですね相手の巡洋艦がどんどん距離をね取っていってしまう上に、戦艦はですね速力が遅いので距離を詰めることができないという感じでですね、巡洋艦のですねこの引き打ちっていうのはまあかなり強いですね。まあ、ぶっちゃけこれはまあ戦艦にも言えることで、引き打ちがですね基本的に強いです。なのでこういうね通常戦とか、まあ、あとは拠点を占領する制圧戦とかで、拠点を制圧した後とか、まあ、もしくはこれ通常戦では普通にねこうやって引き打ちをしていくっていうのはですね非常に強いですね。なかなか追いかけながらね戦うっていうのは結構難しいんですよね、このゲーム。さあ、じゃあ、ふそを燃やし尽くしちゃっていきましょうか。ふそを、火災発生させて、まあ、こうやってね、狙って、ああ、OK、ついた。狙ってね、複数の箇所を発火させるっていうのはですね、結構大事ですね。戦艦には最大4箇所燃える場所があるので、前、真ん中、後ろ、後ろと。合計4箇所ねあるので、狙ってね撃てる人は狙っていくと複数箇所を着火させていくこともできます。ずっと1撃ってこんな感じでね、狙って2箇所を常に着火していくといった感じのね戦い方もできます。さあ、じゃあね、ふそを仕留めていきましょうか。ロジャー。ああ、オッケー、燃えた。あのふそ終わりですね。さあ、じゃあ残り2隻ですね。ニューオリとコロラド。まあ、どちらが来るかって感じなんですけど、これはなんかニューオリンズが飛び出してきそうなんで、ここはアーマーピアスニングを装填して、行きましょうか。最後の砲撃で炎上してしまったな。
オッケーオッケー、防火貫通。おお、燃え散ったか。ちょっと運が悪かったですが、まあ、これはもうこの火災も仕方がないですね。これも角度が悪いので、まあ、榴弾、次打ったら榴弾にしよっかな。まあ、この角度でしたらね、もうあの榴弾で押してった方がまあいいかなと思うんで、榴弾で。で、ああ、これ結構いい角度ですね。これコロラド、コロラドにこれワンチャンあるかもしれないな。ちょっとワンチャンスあるかもしれないんで。ニューオーリンズ仕留めたら、あ、オッケー、これ、クラーケンいけるか。青、まあ、仕留められてた。まあ、いいや。さあ、ちょっと様子を見てみましょう。どうですかね、コロラドは。おーっと、来た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 。2.3 キロ。これは、体当たりチャンス。結構体力残ってる、これ。美味しいぞ、これは。いやー、耐えろ、耐えろ、耐えろ。こっち見てる方は。当然見てる。外せ。あ、オッケー、来た。オーケー、これクラーケン。あ、今俺が撃沈じゃなかったのか。いやー、でもまああの英語ボイスね、結構あと新鮮味があって、いいですね、気分転換に。まあ、結構自分はこっちの方がね、やっぱ気に入っているかもしれませんね。もしかしたらね、今後はこの英語音声でいくかもしれませんけど、まあ、結構面白いなと思いましたね。今、まあ自分米軍ツリーね、育成中なんで、まあ、それもね、兼ねて、まあ英語音声ね、いいかなと思って使ってみたって感じですね。まあ、今回ね、ニューオーリンズ、まあ相変わらずのニューオーリンズで、ね、まだボルチモアのね、お金が足りなくて開発が完了してないんですけど、まあ、今回はね、こんな感じの試合でしたといった感じですね。まあ、よければ皆さんも変更してみてください。それではね、ご視聴ありがとうございました。